皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県岐阜市赤鍋中島の炭焼きコーヒーの店福にお邪魔します。モーニングは午前7時から営業しています。定休日は日曜日と祝日です。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。これからお邪魔する炭焼きコーヒーの店福はこの交差点を右折してすぐ左にあります。これからお邪魔する炭焼きコーヒーの店福は矢印の先の黄色い庇があるお店です。駐車場はお店の前に数台ですが置けます。お店はこじんまりとしたお店で大きな窓がありますので明るくて、カウンター席とテーブル席があり感じのいいお店です。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいです。ドリンクはホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。この映像はコーヒーにフレッシュを入れた瞬間の映像です。偶然ですがミルククラウン、王冠の形ができました。ミルククラウンになるメカニズムはよくわからないみたいです。空気の密度や液体の粘度、雫が液面に衝突する速度など様々な条件が複雑に絡み合ってできるミルククラウンなのです。ホットコーヒー、ホットミルクティー、どちらも400円でしたので、モーニングはドリンク代のみの400円です。ドリンク代のみの400円でこんな感じです。ドリンク代のみの400円でゆで卵、バタートーストが2枚、すごい山盛りのサラダ、フルーツのバナナの4品がついています。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にゆで卵から見ていきます。ゆで卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養価が高く、特にタンパク質、脂質、ビタミン A、D、B 群を多く含みます。そしてゆで卵は低糖質、高タンパクな食品なのでダイエット中や筋力アップを望む方におすすめみたいです。ゆで卵を食べる時間は朝食と昼食にゆで卵を食べるのがおすすめです。朝食にゆで卵を食べると眠っていた体にしっかりと栄養素を取り込むことができます。卵を食べたいけどコレステロールが心配、コレステロールが心配だから卵は1日1個しか食べられないという話をよく聞きます。しかし卵を食べるとコレステロール値が上昇するという説は1900年代初頭にロシアで行われた実験から生まれた誤解みたいです。最近の実験でも普段の食事以外に1日に卵を3個ずつ、しかも2週間食べ続けてもらった結果、コレステロール値を測ってみるとほとんど変化はありませんでした。また卵にはコレステロールの上昇を抑えるシスチンやレシチンも含まれています。コレステロールそのものは人間の体になくてはならないもの。健康な人なら卵を1日1個以上食べてもコレステロールをあまり気にする必要はありません。厚生労働省が制定している日本人の食事摂取基準2015年版ではコレステロールの摂取量が直接血中コレステロール値に反映されるわけではないという判断から基準値が撤廃されました。次はトーストです。このトーストは厚切りバタートーストです。その厚切りバタートーストが2枚あります。バタートーストには切り込みが入れてありますが、
パンを焼く前に切り込みを入れておくとバターが染み込みやすくなり、よりジューシーに仕上がるみたいです。日本へ本格的な西洋風のパンが伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。その6年後、フランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師が日本へやってきて布教活動を始めると、キリストの肉とされるパンも全国へ広まっていきました。中でも南蛮貿易で栄えた肥前の平戸や長崎ではパン作りが盛んに行われるようになりました。米を主食とする日本ではパンはあくまでも来日する外国人のためのものであり、日本人の間にはパン食はなかなか根付きませんでした。画面を少し動かします。次はサラダです。サラダの器が大きくてサラダが山盛りにいっぱい入っています。またサラダの中にはかいわれ大根、大根、カニかまぼこ、きゅうり、パスタ、豆腐、レタスなどが入っています。またドレッシングは美味しいごまドレッシングが使われています。ごまドレッシングはサラダだけではなく様々な料理で使える万能ドレッシングです。炒め物や煮物をはじめ、肉や魚、乳製品などどんな食材にも合わせやすくて美味しいですね。家庭に1本あるだけでレシピの幅がぐんと広がります。またクレオパトラも愛していたと言われるごまには、美容効果で期待されているごまリグナンなど良質な栄養成分も豊富みたいです。サラダに使われているドレッシングですが、ドレッシングの語源はパーティーなどで着るドレスから来ています。つまりドレッシングは野菜にかけて野菜を着飾るというおしゃれな意味があるのです。画面を少し動かします。次はバナナです。バナナには体内の塩分を排出し、むくみを解消するカリウムが豊富に含まれ、また食物繊維が豊富なのでお腹の調子を整えてお通じもスムーズになるみたいです。バナナの白い筋には本体を上回る食物繊維が含まれているみたいです。白い筋がぴったりと張り付いている時はまだ熟しておらず、剥いた時に筋が取れていると熟しているバナナと言えます。バナナの食べ頃はそばかすのような黒い斑点が出てきた時です。黒い斑点はシュガースポットといってバナナが熟したサインです。青い時と比べ糖分がぐっと上がり、強い甘みと柔らかな食感を楽しめます。シュガースポットの出た熟成バナナほど強い抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含み、生活習慣病の予防になると言われています。次はホットコーヒーです。ホットコーヒーは丁寧に1杯ずつコーヒー豆をひいてドリップされて出てきます。嬉しいサービスですよね。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その1つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴としてアラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。
焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。ドリンク代のみの400円で、ゆで卵、厚切りバタートーストが2枚、器が大きくていろんな種類の野菜が山盛りに入ってるサラダ、バナナの4品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。サラダの中には、貝割れ大根、大根、カニかまぼこ、きゅうり、パスタ、豆腐、レタスなどが入っています。またドレッシングは美味しいごまドレッシングが使われています。ごまドレッシングはサラダだけではなく、様々な料理で使える万能ドレッシングです。炒め物や煮物をはじめ、肉や魚、乳製品などどんな食材にも合わせやすくて美味しいですね。野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維、抗酸化物質など、体の調子を整え、体機能を正常に維持する大切な栄養素や成分が多く含まれています。最近の研究では、野菜を総量として十分に摂取している人は疾病リスクが低く、健康状態が良好であることが明らかになってきており、野菜の成分が健康な体づくりに影響していると考えられてきています。このトーストは厚切りバタートーストです。その厚切りバタートーストが2枚あります。バタートーストには切り込みが入れてありますが、パンを焼く前に切り込みを入れておくと、バターが染み込みやすくなり、よりジューシーに仕上がるみたいです。すごくふわふわの厚切りバタートーストです。卵の値段はもう戻らないと専門家が言っています。例年にない高値が続く卵、いつかは下がると多くの消費者は願っていますが、そうならない事情があるみたいです。卵の価格の高騰は、鳥インフルエンザの感染拡大による供給量の減少などの原因もありますが、一番の要因は鶏の餌代の高騰です。22年春にはトウモロコシの主要産地であるウクライナで戦争が始まり、トウモロコシの需給は世界的に逼迫し、ピークの価格は以前の2から3倍になりました。養鶏業者が卵を生産するコストの約6割は餌代であり、トウモロコシは餌代の5から6割を占めます。鶏の飼育波数を減らしたり廃業したりする業者も出てるみたいです。安くて手で皮を剥くだけで簡単に食べられるバナナですが、バナナはビタミンやミネラル、食物繊維がバランスよく含まれているみたいで、美肌効果、貧血予防、熱中症予防、便秘予防など様々な効果が期待できるみたいです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの400円で、ゆで卵、厚切りバタートーストが2枚、器が大きくていろんな種類の野菜が山盛りに入ってるサラダ、バナナの4品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。